今日は生まれ変わります。僕ツイッターの DM 開放しててほぼ毎日何かしらのメッセージが来るんだけど、こんなメッセージが来ました。もっとゆっくり話してください。早口&喋りっぱなしで落ち着きがないです。できたらでいいので、というね、早口で聞き取れないとかね、もう致命的っていうね、僕も思ったんで、今回は反省を含めてゆっくりした口調で落ち着きのある実況を目指してやっていくわ。僕もね、編集中こいつなんて言ったか今わかんねえわ。早口すぎるだろっていうのもよくあるんで、前回のスプラの実況とかこれだぞ。この立ち回りがかなり重要だと思うんだよね。9番が命。待って、バッテラ視界悪すぎる。この橋が盛り上がってるの嫌いになって、あ、これ連れてくる。オーケーオーケー。ジェットパックのありがたみっていうのをね、くたぶたと分かってくるってもんよ。よしよし、無双パーティーだ。脳汁出ちゃうね。ぶち当てていくよ。お前も速撃。待って待って、何これ、覚醒してるんだけど。あ、もしかしてナロー系主人公になっちゃった。もう全部止まって見えるわ。久々だわこの感覚。これこれね、やばいやろ。なんで今回はちょっと真面目にね、これちょっと変えていこっかな。うん、もし早口になってしまったらアウト。キルハ生まれ変わります。どうも皆さんこんにちは、キルハです。まず今回リールガンチェリー使っていくわ。メイン性能 3.9 つけてみて、もう疑似格よ。3発当たっただけで 99.9。 これ結構強いと思うんだけど、このシールドと合わせたら、最近このシールドの強みっていうの、相手にもチェリーいるやん。どういうこと。あ、やばいやばいやばい。ゆっくりやっていくよ。同じ武器にやられる口がえぐいんだけど、まあ、こっからこっから。もう疑似格なんでね、そんなにエイム力なくても2発当たったらもう即死なんで、そこを狙っていきたいね。やばい、来てるね。ちょっとさ、その角度当てるのめっちゃ難しい。待って、僕ちゃんとゆっくり喋んないといけないから。そんな、よーしよしよしよし。今の完璧なエイムじゃない。こいつも仕留めるわ。あと一発、よしよしよし。今2発当たったのにさ、疑似格やったっけ。やれんかったわ。ナイスナイス。まあ、致命傷か。まあ、77しょったら致命傷だ。大丈夫大丈夫。あ、やば、ゆっくりやっていくよ。まずここから駐車艇の火力でここで防衛するだけで相手は顔を出せないと思うんだけど。あ、あれは、いや、やれそう。極極車でやって、あーなんか右から来てたんだけど。また同じ武器にやられた。腹立つな、同じ武器にやられるの。大パンしさないと、僕は今、ゆっくりキルハなんで。カウントは劣勢だけど、こっからね、ちゃんとスペシャルも貯めて、サブを使って、チェリーの良さっていうのを出していきたいね。やっぱチェリーの良さって、別にメインじゃなくて、このサブ、組み合わせることに意味がある。いや、もう、それは無理。いや、なんで、僕よりみんな射程長いの。いや、シールド置いたとしても多分展開が遅いから、割と扱いにくいよね。2のサブって、サブってか、サブ、あ、やばい、ちょ、硬直長すぎて何もできないんだけど、硬直長いの慣れるのって大変だよね、どの時も。割と癖がある部類だから、なんか詰めてきてる。アーマー強くない？チェリー相手にアーマーちょっと、いや、これ、あ、ナイス。このナイスな弾はなんだ？ナイス弾と名付けよう。右に多分避けて、詰めてこないか。じゃあ僕が、いや、ほんと射程長いな、気持ち悪いんだけど。こういう時にバブルで詰めていけばいいってもんよ。みんないけ、詰めろ詰めろ詰めろ。このゆっくりな感覚で、このスピード感のあるプレイを実現していきたいんだけど、ってなると口がちょっと速くなりそうで怖いね。あ、これナイス弾で巻き込まれちゃうね。いや、このな、おー、よいしょ、気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。これ入れます入れます入れます。僕のシューティング、ダイレクトショット。あー、なんでやられた今。僕の方が早かったでしょ。いや、バブルさ、自分で割れないの辛くね。火力なさすぎてさ、一人じゃ割れないんだけど。ほんと防衛にしか使えないね。まあ、ただし、こいつ、ちょー、くっそ、今のは、え、今、あ、こいつもメイン性のガンズミじゃねえか。やばいな、80。てか、全然アサリのカウントって進まねえよな。残り2分なのに、何このクソみたいなカウント。ヤグラッタだったら今のほども40とか言ってるよ。そんぐらいの、下がる。もうアサリやばくないって。密輸してる密輸。どうやったらそんなガチアサリ溜まるん。そんな落ちてなくね、このマップ。やっべ、めっちゃ射程長いが、あと一発、クソ今だ。なんか僕のキリだったし、味方の爆風かと思ったんだけど、このバブル吐いて、このバブルのに紛れて、このアサリをね、ぶち込んでいきたいんだけど、あと2個、あと2個。いや、ちょっと味方と一緒に合わせていきたいね。味方が入れてる。あー、ミスっちゃったか、マジか。ちょっとこれきついね。上登って登ってきたところやる。ちょっと待って、僕の予想と全然違う動きしてくるのやめてくれ。それ反則反則。ちょっと話が違う。あー、ちょっとこれあえてバブル入ったから僕シールドで固めるよ。あ、これ、ね、裏から行こうか。
アサリ貯めて、あ、裏から行くわ。あ、ナイスです。味方飛ぼっかこれ。味方、ナイスです。完璧、僕の動きを察知してたのか。ちゃんとジャンプ地点を用意してくれてる。いや、強すぎる。これがアサリ。いや、こういう時気持ちいいよな。アサリゴミとか言っとっても、味方と連携取れた時、一番スカッとする。これ、あと一発。いや、局者だったのか。いや、引いたか。これ、こっち僕を引こう。引いて。いや、あんま詰めすぎるとさ、チェリー何もできないからさ。まあ、あんま当たればなんとかなるんだけど、そううまくいかない。あ、それはナメプ。射程長っ。チェリー意外と射程長いな。局射でも火力落ちないのがいい。あと一発。よし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 。つえ。射程長すぎ。これもうやれるんじゃない。いや、さすがに遠いか。シールド置いて、この、防げ。防いで、これ、裏取りしようか。裏取り。あ、来てる。いや、ただ、味方が来てる。よしよしない。ナイス。残念。僕をね、見てる間の時間なんてなかったっていう。そういうことよ。チュースキラーです。今回はチェリー使ってるんだけど、これ、メイン性能なんて捨てて、もうサブ性能ガン積み。もう荒手でいくわ。メイン性能なんてね、普通のリールガンでいいから、このチェリーの素晴らしさっていうところはね、みんな分かってない。別にメインが重要なんじゃない。まあ確かにメインも強いけど、もうサブ性能、あ、ここで問題。さあ、この後どうなってしまうのか。1、そのままブサまでキルされる。2、奇跡が起こる。さあ、どれか。もう2択。それでは、正解はどうぞ。ダン正解は希望などない。みんなも現実をよく見ましょうね。それではまた来週。壊せると思ったんだけど。ちなみにシールドにサブ性能ガン積みすると耐久値がめちゃめちゃ上がります。もうめっちゃ硬いサブ性能になるっていうシールド。これがね一番強い。ああ、気持ちいい。やっぱね、海水浴はいいよね。いや、今んとこ活躍してるかよくわかんないんだけど。いや、チェリーはもう活躍とかじゃない。もういいところを味方に見せることによって、あ、こいつは意外とできるんだみたいな。もともとそんな評価されてない武器だから、ちょっといいことをすれば、認めてもらえるみたいな、そういうところあるよね。なんか、あるくない？なんかヤンキーがちょっと優しくしたら、は、意外と優しい、すごいみたいな感じで。普通優しいのが普通なのに、なんかヤンキーがちょっと優しくすると逆に評価を得れるみたいな。あれよくわかんないね。あれ嫌う。ナイスナイス。バブルがなんか刺さったんだよ。バブル刺さるんだ、チェリーの。へぇ、知らなかったね。あ、でもこれ結構濡れるからさ、チェリー。いいよ、これ、防衛していって。なんとか、あー、味方。いや、相手のチャージャー結構抜いてくるな。あれ気をつけていきたいね。で、こうチェリーで、一人で多分濡れる。塗り性能高い。めちゃめちゃ塗り性能高い。これシールドで防御しつつ、めちゃ硬い立ち回りで立ち回ってくる。これめちゃめちゃ硬い。ちょ。なんか、シールド貫通してくるチーターいるんだけど。なにこいつ。これ変えろっか。危ない危ない。あ、味方それやばくない。沼ちゃんだ。いいやつだった。昔、あ、でも何気に、あ、生きてなかった。いいやつだった。仇は任せろ。よくわかるスペシャル溜まったし、これでご利用するんじゃない？とりあえずこっからバチコリ吐きまくって、で、なんか空に浮いてるのをあんまり気づかれないうちに起爆させるっていう、僕のテクニック。いやー、全然起爆しても、なーにーこれ知らない。シールドの使い方がゴミすぎて、せっかくサブ性能積んでも全然役に立ってないっていう。いや、意外、助けられることもなく。うわ、腹立つノリやわ。もうガチエリア関係ない。あのチャージは絶対しばきます。あいつだ。僕の命を引き換えに絶対相打ちに持っていく。見とけよ。しばき倒せよ、こいつ。よし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 。陰キャチャージャーをしばき倒しといたわ。場を巻きまえろ、場を。僕がね、チャージャー使ってないのいいことにね、ボコボコにされると、こっちのね、立場ってもんがなくなっちゃうからね。それやれる。僕のメインで。おいしょしょしょ。え、意外とメイン性能いらなくない？チェリーに。やっぱサブ性能とか別のに振った方が有意義よね。僕さ、シューターの中で一番チェリーが僕好きかもしれん。で、ブラスターの中では一番、R ブラスター、エリートが一番好きかもしれん。で、ローラーはダイナモやろ。で、そう考えたらさ、割と全部中量射程とかさ、長射程なんだよな。で、これ、サブが強いのになんか、ラビットの爆風で意味ないんだけど。どうなってんだ？今のところこのシールドのありがたみっていうのも別に実感するタイミングがないんだけど、ここ。ごめん。ちょっとエイムがおじいちゃんになっちゃった。相手なんかシールドの前で何もできなかったな。かわいそうだったんだけど。はい。まあね。
楽しかったら僕の勝ち。そういうことよ。それじゃ、サラダバー。